皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島の自宅からお送りしています。今日が5月13日、金曜日、非常にいい天気で暑いです。今日久々にですね、ちょっと面白いメールをいただいたんでご紹介していきます。メール読んでいきます。こんにちは、まことさん。いつも楽しく動画を拝見しています。フィリピン人の妻を持つ43歳の会社員です。妻が29歳です。日本に住んでいます。もうすぐ3歳になる娘がいます。結婚してすぐに子供ができました。私の妻ですが、私が見ても、そして多分人から見てもはっきり言ってブスです。で、妻とはマニラのお店で会ったのですが、その店に初めて行った時フリーで入り、3人目に私に着いたのが今の妻です。最初に私のところに来た2人はそれぞれ15分から20分ぐらいで席を立って行ったのですが、3人目に来た妻は私の席に時間いっぱいまで隣に座っていました。なぜか次の日もその次の日も店に通う羽目になってしまいました。もちろんその時は妻を指名していました。店には可愛い子やセクシーな子がたくさんいたのです。なぜ妻だったのでしょう。妻のどこに惹かれたのか、今となっては思い出すことすらできません。妻の友達のフィリピン人女性が近所に住んでいます。38歳で子供が2人いますが、未だに日本のフィリピンパブで働いています。家族ぐるみの付き合いをしているので、彼女の家族と2家族でたまにバーベキューなどに出かけます。そしてなぜか、やはりその38歳の美人に目が行ってしまいます。明け方、妻のいびきで目が覚めたことがあります。隣を見ると、私の方を向いて大口を開けていびきをかいている妻がいました。手近にあったブランケットを彼女の口に入れてみると、食べ物が入ってきたのかと思ったのでしょうか、咀嚼を始めるではないですか。呆れてしまい言葉が出ませんでした。しかしいいところもあります。いつも笑顔で大きな声で笑います。そして食べることが大好きなために、毎日一生懸命料理をします。主にフィリピン料理ですが、それがたたって妻の体重は出会った頃の2割増しになっています。心配だったのは娘の顔が妻に似てしまったらどうしようかと思っていましたが、外国人である私の血が混ざったからでしょうか、妻とは違う顔形に育ってきています。私は決して美男子ではありません。たまに私がパソコンなどを使っていて、偶然に女性の水着姿や顔のアップが出てくることがあります。それをまた偶然にも妻が見つけると、いいわね、美人は、などと言ったりします。そして私はブスだからね、と言います。確実に自分が美人ではないと言いますが、ブスなのは自覚しているようです。しかし彼女は韓流ドラマを見てかっこいいと抜かします。こういった抜かす。こんなようなことを少し友人にも漏らしたことがあります。その友人に言う、友人が言うには、お前はフィリピンの熱にやられてしまったんだということでした。誠さんはもう感じておられるでしょうが、私は初婚です。自分の彼女と呼べるほどの相手がいたこともありません。よく美人は3日で飽きるが、ブスは3日で慣れるなどと言いますよね。幸いにもうちの妻は性格が多分いいのだと思います。そこには救われています。しかし外出するとどうしてもいい女を目で追ってしまいます。ずっとこうやって生きていくのでしょうか、ね。
娘が大きくなったら二人で手をつないでデートしたいなどと思っています。娘に嫌われないようにダンディーなジジイになっていかなくてはなりませんね。美人のパートナーと仲良く暮らしていらっしゃる方々がとてもとても羨ましいです。誠さんはやはり外見で女性を選びますか？それはともかく誠さんのように自由に生きられたら最高だと思っております。長々とくだらないことを書いてしまいました。これからも応援させていただきます。頑張ってください。失礼しますっていうちょっと長いメールですけど、すいません、メールいただいた方、僕笑いながら読んじゃいましたけど、ちょっと最初から見返してますけど、43歳、会社勤めしてる方、奥様が29歳、娘さんがもうすぐ3歳になること、25、奥さんが25くらいの時に知り合ったのかな。マニラの KTV ですね。フリーで入って3人目について、次の日もその次の日も通った。だからその奥さんね、なんだろう、まあ話し上手っていうかね、なんていうのかな、美人とかね、可愛いっていう子たちの中に必ずね、そういうと言ったら失礼かもしれないけど、そういうキャラの女の子がね、何人かはいるんですね。場の盛り上げ役とか、かなり楽しかったんじゃないですか、ずっと席で笑ってられて。で、やっぱりね、そういう子だったら売り上げ欲しいじゃないですか。だから明日も来てねとかね、そういうことを言うし、だからお互いになんかピピってくるものがあったんじゃないのかなって僕思いますけれども、いろんなタイプの子がいますからね、楽しい子だったんじゃないですかね。連日でね、通って次の日その次の日は指名したしていたってことなんでね、妻のどこに惹かれたのか今となっては思い出すこそすらできませんって。いや、楽しかったんですよ、多分。それを思い出してください。今お住まいのところの近くに38歳のフィリピン人女性、子供2人いる方がいる。家族ぐるみで付き合いをしていて、たまにバーベキューに行く。38歳のそのね、人妻の方に目が行ってしまう。男ですからね、やっぱり。またフィリピン人でちょっと暑くなったりすると、結構露出の多い服装とかする子も多いじゃないですか。あ、この方はまだね、フィリピンパブで働いてる。だからやっぱり、見かけのいい子で、それなりにこうね、目を引くんじゃないかな。しょうがないですよね。でもあんまりそっちばっかり目いってたらね、それは奥さんだって面白くないですからね。だから娘さんの方にこう集中するとかね、ほどほどに。はい。奥さんがいびきかいてるところ、ブランケットを口に入れたら食べ始めたって、もう愉快な奥さんじゃないですか。なんとなく想像つくな。かなり面白い子なんでしょうね。多分ね、その、働いてた店でも、なんだろう、こう、客で行っても、黙ってる客ってやっぱり女の子すごくやりにくいですよね。だそういう席なんかに行って、バー盛り上げてたり、してたんじゃないかな。だからすごく明るくて性格のいい子なんだと思いますけれどもブランケット食べちゃうぐらい、あ、いいところもあるってね。笑顔で大きな声で笑う、食べることが大好きって、一生懸命料理するっていいじゃないですか。体重2割増し、仕方ない心配だったのは娘の子が妻に似てしまったらどうしようと思っててそう、あのね、これ何人ってね、関わらず、こう、外国人との間にできた子供って、なぜかね、美男美女になるんですよね。なんでだろう。なんでだろうって、この、僕の知り合いの日本人でもね、やっぱりフィリピン人女性と結婚して、フィリピン人女性、その奥さんはね、ごく普通の顔なんだけど、で、僕の知り合いのね、マニラにいた時の知り合いなんだけど、ごく普通の顔
おっさん。ごく普通のおっさんなんだけど、あ、娘がね、なんか違うんですよ。奥さんはどっちかといえば なんだろうな、スパニッシュ系とかそういうんじゃなかったんだけど、娘の顔がね、なんか、うん、そのスペイン系の血が入ってるような顔になって、あ、こういう変化もあるんだなと思ってね。まあ日本人が、なんか東洋人が混ざってるっていうのはわかるんですけどね。なんか美人になりますよね。美男美女にね。パソコン使っていて、あ、偶然にね、女性の水着姿やアップが出てくる。偶然にも妻が見つけると、あ、なんか後ろ通ってった時とか。いいわね、美人はなどと言ったりします。そして私はブスだからねと言います。やっぱり面白くないわけですよ、確実に自分が美人でないと言いますか、ブスなのは自覚しているようです。まあ、30年近く経てばね、わかりますからね、その自分の何見た目のこうどこら辺にポジションしているかっていうのが。しかし彼女は韓流ドラマを見てかっこいいと抜かします。あ、ねえ、若いなんか美少年がたくさん出てますからね、抜かしますと。やっぱりそう言われるとやっぱ面白くないでしょ。うん、だから同じですよ。あの奥様にとってもね、パッと見てて、あ、美人だとかね、セクシーだなんて言ったりすると同じです。それはあの心の内で思ってるだけにしてね。僕もありますよ、なんか最初の頃、今はもうマリア何にも言わないけど、やっぱりショッピングモール歩いてると、いい女かとかいるとね、さすがにこう、首がパンするとね、バレちゃうから、目でこうやって追ってるんだけど、今見てたでしょとか言われるんだね。で、サングラスかけてれば、どこ見てるかわかんないだろうなと思ったんだけど、やっぱりバレるんだね。気配でわかるのかな、あれ。だからしょうがないですよね。うん。あ、娘さんが大きくなったらね、そう、いい、お父さんになって、娘さんと一緒にね、ね、歩ければ楽しいですよね。うん。美人のパートナーと仲良く暮らしてらっしゃる方々が、とてもとても羨ましいですって。とてもとてもね。でも、なんだろう。どんな綺麗なことを暮らしてても、よくあるじゃないですか。外に出ると、なんか外面がいいっていうの。で、家の中入るとなんか、ツンケンしてて、なんか家の中が険悪とかっていうところもないわけではないですよね。で、そうじゃなくって、明るくね、家庭の中でこう、笑い声が響いてるっていう、それがいいと思うな。うん。まこさん、やはり外見で女性を選びますかって、外見で女性を選びますか、外見で女性を選びます。はい。っていうのは、その外見だけって意味じゃないです。最初にアプローチするときに、わざわざ外見のよろしくない方にアプローチしないじゃないですか。で、僕はその会社員とかね、そういうんで一つのところで働いてて、そこで知り合って、あ、この子性格いいなとか思って付き合ったことってないんですよ。ゼロなんですよ、そういう経験が。だからなんかでこう、例えば撮影なら撮影行ってる現場で、あ、この子いいなって思って、性格なんか分かんないじゃないですか、最初。街でだって、道歩いてたって、どっかのレストラン行ってたって、あのウェイトレス性格いいなって分かんないですよね。まず見た目で入って、で話してみて、付き合ってみて、性格良かったらいいなって言うんで、だからまず、最初にそのきっかけとなるところがある程度のこう外見のいい子っていう風になります。ちょっと生意気なこと言ってますけどね。でもそうじゃないですか。街歩いてて、だってこうやって見るのっていい女ですよね。女性だってそうですよね。こうやって振り向いて見るっていい男ですよね。なんでもないおっさん、こうやって振り返って見ないですよね。それ男も女でも同じだと思うんで、だまず知り合う、だから、その、なんだろう、外見がいまいちなことは、その、知り合う、話しする、この、なんていうの、まずそこの土俵に上がらない、なんて言ったらいいんだろう。別にその、見た目だけで選んでるってわけじゃないです。はい。ただ、そういうことですね。そのきっかけが、そういう見た目から、あなたも同じ。だっていい女がいるとこ見ちゃうってことでしょ。その38歳のご近所さんのね、
奥様のことだとこう見ちゃうわけですよね。もう同じですから、あの外見で選びますけど、外見で選ぶって言うんじゃないな、外見から始まるけど、外見だけでこう選んでるってことではないです。残さないで自由に生きられたらって、自由自由ですね。ものすごく自由に生きてるけど、結構ね、自由って大変ですよ。あの自由で生きていくための責任とかね、そういうものもありますから、あの何の保証もなく生きてますからね。僕ずっとそうですから、もう学生終わってから ほぼずっとそうですね。自由に全責任自分で負って生きてますんで、あの会社がかばってくれるってこともないような生活をしております。なんとか今まで生きてますけれども、まあでもね、その、相談いただいて43歳の方、相談でもないのかな、なんか愚痴ねえのような、でもなんか楽しいメールだな。楽しい家庭なんでしょうね。娘さん一人、もう一人ぐらい作っちゃえばいいのに。43歳ですよね、まだ。奥様29歳、娘でしょ。息子も一人いた方が楽しいんじゃないかな。こんな僕無責任なこと言ってますけれども、ちょっとね、楽しいメールでした。ありがとうございます。今日この辺で失礼します。